ほらまたやった。はい、というわけでね。ほらまたやった。はい、というわけで、こう、うっかりさん。はい、というわけでね。今月も。はい、はい。2月25日、日曜日。夜10時。はい。ね、ドルドル TV から、たまさまと。あー、ブーちゃんです。いやー、はい、すいません。あの、ね、YouTube 用にもう一回言いました。いや、申し訳ないです。いやいやー、やらかした。やったやった。やっちゃったね。まあいいや。あの、まあ、それはそれでしょうがない。ね。やってしまう。終わっちまったことはしょうがないんだよ。今日はそういう日だと思うんだよね。はい。ラジオメッセージはこちらでて、今だんのありがとうございます。はい。というわけでね、ドルンダマラジオ。はい。はい。3回目ですか。3回目、はい。第3夜。はい。始まりまして。始まりましたね。はい。いや、だいぶ暖かくなってきましたね。そうですね。まあもう、なんか雪も溶けてきて、うん、はい、だいぶ歩きやすくなってきた北海道でございます。そうですね。もう僕なんてもう、はい、今日ちょうど、今日ちょっと、うん、あの札幌ドームに行く用事があったので、うん、もう歩くからと思って、冬靴から夏靴に変えちゃいました。ああ、もうね。やっぱり道民といえば日ハム戦ですよ。本当に、はい、今日日ハム戦の、まあ、オープン戦ですね。はい、はい、これは今日勝っても負けても別にそんな順位が変動したりなんなりはないんですけども、はいはい、今日ヤクルトスワローズ戦だったので、はいはい、交流戦じゃないとね、基本的には見に行けないので、はい、ヤクルトとは、はい、見に行けないんで見てきましたよ。はい、はい、ホームランも見ちゃいましたよ。あら、そうなんですね。まだちょっと結果知らない人もいるかもしれないけど、結果言わない方がいいですか。まだ言わない方がいいんじゃないかな。言わない方がいい。一応まだ当日だから言わない。ああ、そっかそっかそっか。まあ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 、まあ、いや、面白いゲームでしたよ。面白いゲームでした。面白いゲームだし、だね、オープン戦って、来場者さん、まあこちら観戦しに行くじゃないですか、はい、やっぱメインじゃないんで、うん、そんなに人いないんですよ。がっつりは。あ、そうなんですね。だから自由席だったんですけど、僕ら3人で、はい、1,2,3,4,6 席使いました。6席そんな幅こうね、そう、がっつりこう取らせて、これがうちらだっつってこう取らせていただいた結果、斜め前にいたおじさんは前の人がいないがために靴を脱ぎ、椅子の上に足を乗っけてるっていう。そんなくつろいな感じでね。そうそう、みんな結構ね、やっぱりこうなんかアットホームというか、うん、とてもね、いい感じで見れましたよ。そういう雰囲気が好きって人もいるでしょうね。いや、本当に、うん、まったりこう、ゆっくり見れるみたいな、うん、いい雰囲気でした。はい、という今日の一日の流れですね。あと車検に車を出しました。ああ、ブーちゃんはそれはちょっとね、大きいんですよ、ね、いやー、何本かかかるかな。あー、そうですね。まあ、なるべく安くするといいですけど、なるべく、なるべく、なるべくね、もう来月にはちょっと旅行があるんでね、あまり経費をかけたくない時期ではないですけど、はい、はい、まあまあ、放送の最後にはね、そうですね、あの、重大発表もはい、ありますね。今ちょこっと話しましたけどね、はい、はい、ちょっとね、ちょっと出ましたけど、ちょっとその話もしますんで、はい、お楽しみに見ていただければ嬉しいなとは思うんですけども、はい、まあ先月から今月にかけて、はい、1ヶ月間ですか、はい、なんかイベントありま…あ、あったあったあった、なんかあったって聞こうと思うんですけど、あったあったあった、あった、まず自分から行く。いやいやいや、ドルドル TV の方ですよ、はい、ちょっとあるイベントに参加させていただきまして、はい、ある運動をさせていただきまして、あ、そうですね、はい、まあ、ちょっと動画の方まだ上がってないんですけど、はい、すごくね、面白く参加させていただいたんで、うん、あれは、今、言っちゃっていいのかな。まあ今後出る動画ですからね。ああ、そうです、ね、まあまあまあ言っても、はい、あれかなと思いますけども、まあ、ただ来週中には多分出ると思うんですけども、はい、ダー選手権、はい、はい、という、ね、お馬さんに乗ってくると、はい、はい、南区の八犬山っていうところで、はい、ワイルドマスタングっていうね、はい、お店さんで、はい、イベントをしてて、 そ, うです、ね、はい、そちらの方でちょっとね、店長さん、うん、オーナーさんと、まあ、仲が良くなったので、うん、そちらのイベントの方に呼ばれましたけども、うん、いや、オーナーさんかわいい、かわいいね、もういや生のオーナーさん久しぶりにこう触りましたね。いや、本当に、うん、いや、なんか僕とブーちゃんがね、まあ、ここはちょっと若干ネタバレしてもいいと思うんですけど、同じ馬に乗ったっていう。そうですね。はい、うん、同じオーナーさんが、くじ引きでね、決まるんですけど、うん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 、オーナーさんもね、結構なんか10頭以上いるかなぐらいですかね、うん、結構牛、牛舎じゃなくなっちゃったんですよ。え、なんて言えばいいの、あれ、あれは、あれ、厩舎。あ、厩舎か。はい、あのとこにいて、まあ、参加する人もね、うん、結構人数がいたんで、なんかそれで
くじ引きで4馬さんも乗る馬も決まるっていうやつで、まあその順位がね、うん、ないなんかタイムがあってそういうやるっていう、あのまあ1回目僕らはもう初心者なんでこうねあのリードしてもらって、うん、そうですね、ゆっくりゆっくり、ね、歩いて行って、でまあ坂道があるんですね、うんうん、なんかこう下り坂上がり坂あって、うん、でまあこうコーナー回ってこうゴールみたいなところあるんですけど、うん、まあ2回目はねあのちょっと面白いことがあってるのでそれは動画の方でお楽しみ、いや本当に、ね、見てください。いや楽しかったですよ。そうね、あの楽しい羽目死ぬかと思ったけど俺本当にねもうあのみんな今までありがとうって話をしたんでそれは動画の方でそう、あの、まあ動画見ていただければ分かるんですけども、まあ乗馬ってなかなかいい運動になりますね。いやなりますね、結構なりますね。あの、うん、その日から僕筋肉痛でしたから、もうあの、ね、結構全身的にくる。そうやっぱいつもしないこう体勢してるっていうのもあるし、うんうんうん、なかなかねこうお馬さんがねこうバーッとねこうあ乗ってるっていうあの緊張感っていうか多分、うん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 、あのまあまあ初心者だから変なところに力入ったりとかし、うんうん、力んでると思うんでやっぱりなんかそういう力抜くつもりもこう力んでるからやっぱりなんかねあ来てるなみたいな次の日の仕事が大変だと思って、なかなかもうなんかもううちの職場階段が結構あるから、あもう、ね、アップダウンがやばかったですね本当に、はい、痛くて、はい、かもしれないですね、はい、というのでね、まあまあそんなこんなもありながらの、はい、はい、まあこの1ヶ月間、まあいろいろ他にもあったんですけど、まあまあいろいろありましたね、はい、ね、はい、まあまあまあ。それはおいおい、それはいいね、まあちょっとまた話し合いができるかなと思いますけども、はい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 、はい、じゃあ、あれですか、はい、はい、ということでですね、あの本日ドラマラジオ2回目ですかね、ゲストさん、あのゲスト参加は2回目ですね、ゲスト参加の方としては2人目の、はい、方になります。はい、はい、映像作家兼、まあ、カメラマンさん、はい、はい、ということで、はい、佐藤修馬登場します。やった、はい、これね、うちらもなかなか聞けない、ね、はい、本当に動画上では初めましてにはなるんですけども、うん、まあすっごいいいよ、あいいよだっていいよをねいいよっていいよ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 とね、あのうん、うん、これして本当にまあ結構ね幅広くこう今では活動を申している方なので、はい、すごい綺麗な絵を撮るとか、ね、うん、感心してるんですけど、まあ、ね、うん、本当、はい、もうぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、というわけで、もうね、あのその他、はい、皆さんからのね質問やメッセージも、はい、お待ちしておりますので、メールアドレスの方にね、はい、トンチュージメールをいただけたら嬉しいかなと思います。はい、はい、続けて3月のトークテーマでございますけども、はい、卒業というトークテーマでございますので、はい、そちらの方もメールをお待ちしております。はい、まあね、卒業仕事いっぱいあると思うんですけどね、はい、はい、そしてそれから今日はそこでも修馬君と一緒に10時半頃からやっていこうと思いますよ。はい、アドレスはドルナマラジオ@yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオ@yahoo.co.jp、うん、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO 長いよ、やっぱり、おいおい、いつも今日でも素直だな、今日早めに言ってるね今日なか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 口が滑らかでございますよ。俺より噛んでね、はい、言わないで、はい、ドルナマラジオのスペルは、はい、DORUNAMARADIO です。はい、はい、この放送は後日 YouTube にて動画付きでの、配信にもなります。はい、はい、そちらの方をね、あの、はい、おまけの放送もついておりますので、はい、そちらの方もぜひチェックしていただければいいなと思っておりますよ。はい、そうですね。というわけで、それではね、11時までドルナマラジオよろしくお願いします。クルーズ様よろしくね。これカットで、はい、あげますはい、というわけで生放送でお送りしてますドルナマラジオ。本日のラジオのゲストはこちらの方です。はい、どうも、映像作家カメラ
ラマンの佐藤修馬と申します。よろしくお願いします。イエーイ、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。いやいやいや、はい、ということで、はい、まあ皆さんはですね、はい、きっとあのシューマ君とは誰ぞやっていうね、はい、そうですね、うん、状態になっていると思うので、うん、これから3つ質問をしますんで、うん、答えてっていただければ嬉しいなと思います。うんうんうん。それでは1つ目、どこで動画を出してるんですか？はい、 YouTube で出しています。どんな動画を出していますか？映画、自主制作映画や映画風の映像を撮っております。お、若いけど今何歳ですか？今は18ですね。若い。はい、ということで、3つ、はいはい、質問をしましたけども、はい、1つずつちょっと、振り返りながらちょっと話をしていこうかなと思っておりますよ。はい、はい、どこで映画を出し、あ、映画だって、間違った、どこで動画を出していますかという質問に対して、はい、YouTube ですと答えていただきました。うん、YouTube、今流行りの YouTuber。そうですね、YouTuber といえば、もう小学生がなりたい職業ランキング、ね、もう10位以内には多分入ってる。もうだってこの前だって2位か3位だったんでしょ。あ、もうね、うん。これはね、もう憧れの小学生、憧れの職業、ね。そうですね。ね、うん、こんな、こんなどちらのね、ペイペイYouTuber もいますけども、どうですか YouTube の反応は？いやー、まあぼちぼちっていう、ぼちぼちね、そんな YouTuber のね、あの、はい、活動として、まあちょっとやっているとは思うんですけど、うんうんうん、なんか映像ってやっぱり動画ってなんか出しどこがいっぱいあると思うんで、まあ、うん、YouTube と他にもまだ他にいろんなところで出してんじゃないかなと思うんですけど、はい、他にどういったところで出したりとかしてますか？あ、そうですね、はい、Twitter とかに出してますね。主に YouTube なんですけど、うん、はい、結構なんか音楽的に著作権とかがかかってしまってるので、うんうん、Twitter とかに上げたりして。ああ、なるほどね。はい、はい、まあそのね、僕も分かりますよ。その音楽ってね、やっぱりね、考えるんですよ、これ。そうですね。動画にするとみたいな。ね、この BGM ちょっとね、あの、引っかからないです。はい、ちょっとね、裏技でもないけど、はい、著作権フリーなね、そうそう、音楽を使ってね、やってますね、BGM。 そうそうそう、うん、いやなんか本当はなんかでもね、あれ分かるんですよ、あのこう、うん、やっぱ編集してるとこの映像のとこにはこのバンドのこの曲入れたいみたいな絶対あるんで、ね、あ、これ入れた方がいいんだよなみたいな思いますね、うんうん、なるべく似たやつを探してこう、あ、でもこれもいいかもみたいな、やってると時間が経っていくわけですよ。分かります。YouTube で最初動画を出そうと思ったきっかけは何ですか？あ、きっかけですか、うん、きっかけは結構あのチャンネルもう一個あるんですけど、うんうんうん、実はそれは結構なんていうんだ、顔出しでふざけてる感じの動画やってって、うんうんうん、でなんか動画を出すプラットフォームって言ったらって思ったら昔からやってた YouTube だったので、新しいチャンネルを映像だけのチャンネルを作って、うん、で今はそれだけ使ってるって感じですね。あ、うん、僕はなんかその前者の方がちょっと気になりますけど、どんなことしてたのかなみたいなね、もう、あの、闇ですよ、闇で黒歴史がちょっ と、まあ、ただその黒歴史も探せば見つかっちゃってことですね。あ、もう全部非公開にしたんで。ああ、見れない、見れないやつだ。うまくなってますな、そういうところな。ね、ということで、うん、2つ目、はい、どんな、動画を出していますかということでですね、自主制作映画や、はい、映画風の映像。そうですね、はい、はい、まあ、自主制作映画はもうその名の通り、もう本当にスタッフが少ない中で、うんうん、あの映画を撮っていく、もうこれ現場で見たらこれ映画作る人数じゃないよなっていうぐらいの本当に少人数でやってまして、うんうん、で映画風の映像は、うん、あの結構自分ミュージックビデオとかも撮るんですけど、そういうなんか立てたらいいんだろう、なんか映画風の質の映像の動画みたいな感じですね。うんうんうん、そういうのを出してます。ああ、そうですね。なんかその映像ってね、まあいろんな多岐にわたると思うんですけど、まあシューマ君のこの映像は僕は本当好きで、もう美しい、美しい、美しすぎる。あの本当に美しいんです。そう、あのね、なんていうのか、青年の頃にこういうのに美しいと思う気持ちを持っていたっていう思い出させてくれる何かが。そうですね、言っておっしゃってましたね。そうですね、あのちょっとススキノで長すぎてちょっと色が染まりすぎた部分があると思うんですけど、心現れる作品でございますので、皆さんもね、そちらの YouTube の方、はい、あのちなみに YouTube の方はどういうお名前でやってますか？はい、
シューマフィルムスっていう名前でやっています。あ、分かりました。そちらもね、下のテロップの方にリンクを貼っとくんで、はい、そちらの方皆さん確認してみてください。はい、はい、ぜひぜひ。はい、ということで、はい、3つ目最後ですね、はい、もうね、見る限り若いです、はい、見る限り僕ら2人よりも間違いなく下です、はい、ということで、はい、何歳ですかという質問でしたが、はい、18歳です、はい、という答えをいただきました。18ですか、はい、そうですね、はい、もう僕ら出会った時は何歳？出会った時は17ですね。でも1年、ね、2年前ぐらい？でもそのぐらいだと思うんですよね。そう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 、なんていうんだろう、最初インスタグラムの僕の方のやつでなんかメッセージくれたのかな、はい、で、なんか、あ、札幌でこういうのやってる男の子いるんだみたいな、しかも高校生でって思って、で、僕らも一回そのバックでね、お会いしていろいろ話して、なんか全然俺らより進んでんじゃんと思って、いや、ほんとに羨ましいなと思いながら、そう、あ、なるほど、こういう風にやってる、ね、子もいるんだなっていうので、はい、で今はちょっとね、なんか卒業、ね、されて、そうです、まあ、この春からは向こうの方へ行っちゃいますよね。そうですね、はい、大阪芸術大学に入学になりまして、はい、映像学科の、はい、で、この前もう卒業式終わったばっかなだったんですけど、うんうん、もうでもそんなに自分は思い出がなかった高校は、なんでかっていうと、ええ、高校2年生で一応高校一回辞めたっていうか行かない時期がありまして、それから転校っていう形で違う学校に入ったんで、うん、まあ、実質1年ちょっとぐらいしかなかったんですけど、うん、ああ、なるほど。だからほとんど周りは知らない人で、そんな中で卒業式だったんですよ。まあ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 ね、そこはいいですね。そうですね、でもまあ来ましたいや、感動はするでしょうね、それはね。それはまあ一応それはするでしょうね。なんかリハーサルがありまして、その当日に、うんうんうん、で在校生がなんか卒業式の退場の時にみんなでパチパチパチってやるんですよ。で、リハーサルではそうやってたんですけど、本番になるとその退場の時に音楽、歌が流れるんですよ。それに合わせて在校生が歌ってくれたんですよ。へえ。それにちょっと感動して、最初の時にちょっと涙が浮いてみたいな。それね、いい卒業式だね。っていう話も、うん、実は次トークテーマ、今月のトークテーマは卒業、うん、なので、はい、こういうところも合わせてですね、うん、合わせてですね、はい、皆さんとちょっと喋っていこうかなと思っておりますよ、はい、ということで、次トークテーマについてね、話していこうと思います。はい、はい、